とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回ですね。今シーズンは一つ最強装備が出ましたので、もう一個ぐらい出ないかなと思ってます。頼むよ。ということで、10周、行ってみましょう。一発目、まあまあまあ、ホークぐらいか。でも重力がついてるからね、なかなかいいんじゃない？衝撃波1、いりません。氷物の牙もなんか最近よく見る。ダガー系はなんか氷の牙最近よく出るな。衝撃3。まあ3だからいいけども、衝撃波はいりません。次行こう！次は、まあスイートツースぐらいかな、欲しいのはね。1しか出ないな。調子悪い。稲妻フォーカスでしょ、どうせ。あ、違うか。最後の叫びか。はい。お。影の衣もいいんじゃない？あー、でもなー。いいのはつきそうにない。どう？最後の叫びっていらないんだよな。なぜつく？いりません。コグクロスダメ。ネバネバは、まあ、すでに最強を持ってるからいらないけども、どうだ？惜しいね。3だったらよかった。3だったら、強かったよ。でも、いりません。惜しいな。はい。微妙だな。今何回目？ 4 回目か。長えな。使える。キョムさん、いいんじゃない？ダイヤモンドのつらし、あ、これはいいよ。ありだと思う。で、誕生終焉はどうだい？重力がついてくれれば、当たり。衝撃波合わない。いいんじゃないこれ。キョムがついて、衝撃波がついてるんで、まあ、ビーム出せるし、輝き入れていいよね。リフレッシュも入れて OK。まあまあ、一応キープしときましょうか。悪くない。はい。真ん中は夜の棒かな。グレートアックス、まあまあまあ、ダイナモがもともとついてて使いにくいから俺は好きじゃない。見た目はね、なんかね、サメみたいで好きだけど。マブラーズ、旋風さん、締め具だったらよかったね。夜の棒、ダメだダメだ連載1。下にはね、なんか面白そうなのついてるんですけども。はい。ではまた明日、5周やりましょう。はい。それでは、今日も5周やっていきましょう。弱体感に、冬射撃。ダメだ。一発目からダメだ。はい。残り4周ですね。はい、次、これ、昨日も出たよね？出たよな？影の頃も、いいんじゃないですか？ソウルフィスト、まあ、いらないね。スペルバウンドはまずいらないでしょう。火炎フォーカスと、あと、稲妻フォーカス、最後の叫びがない。怪しいね。怪しいね。絶対それだわ。ほらね。ほらね。はい。パープルストームぐらいですね。最後の叫び、輝き。もうすでに見えてた。ダメ。はい。あと、2回ですね。頑張りましょう。金メッキ、まあ、まずいらないけどね。アイテムボーナスいらない。ダメだ。ラスト。いいんじゃない？イカが出た、イカ。久しぶりにイカが出た。まあまあまあ、使えるんじゃない？キョムさん。ベノックグレープね。で、プレート。なるほど。まあ、3だからいいとしましょう。イカは？これは火炎フォーカスと、最後の叫び怪しいな。なんだ？まあ、珍しいのがついたね。珍しいのが。いらないけど。でも、コモンスキルがつくようになって、本当に良かったと思うよ。いい波は来てると思います。
はい。ということで、10周行きました。ではね、多分今シーズンはもうやらないでしょう。来シーズンも頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。